姉妹都市、姉妹都市、姉妹都市は文化交流や親善を目的とした地方同士の関係を指す友好都市、親善都市などとも呼ばれる国同士の外交関係とは別のものである姉妹都市に明確な定義はなく広い意味合いで用いられている一般に国際的な自治体交流関係を指すが国内における距離を隔てた自治体間の提携にも 姉妹都市や、それに類する名称が割れることがある、国内姉妹都市。当事者は、都市に限定されず、また、基礎自治体、日本の市町村レベルだけでなく、広域自治体、日本の都道府県レベルの提携関係も含まれうる。ただし、日本では、広域自治体、都道府県の姉妹、友好関係は、外国の州、省などとの国際交流が中心となっており、 国内都道府県の間では、岐阜県と鹿児島県、1971年姉妹県名約、兵庫県と沖縄県、1972年、友愛交流提携など、ごく少数に止まっている。姉妹都市、友好都市を規定する国際的な統一基準はなく、日本国内でもこれを定めた国内法があるわけではない。日本において自治体の国際提携の情報提供と、 支援を行う財団法人自治体国際化協会では、統計、政治上の基準としての三要件をすべて満たすものを、姉妹、友好自治体として扱っている。地理的、政治的に隔たった都市と都市との提携関係は、古くからある。最古の姉妹都市として、中世の836年まで遡る、パーダーボルン、ドイツとルマン、フランスが挙げられたり、 1893年のニューバーン、アメリカとベルン、スイスが挙げられたりするが、強敵な意味での姉妹都市運動が始まるのは第二次世界大戦以後である。戦術のパーダーボルンとルマンも1967年に近代的な姉妹都市として正式な書面を交わしている。第二次世界大戦後の国際的な姉妹都市の活動には二つの潮流があるとされる。 一つは、ヨーロッパうちにおいて敵対した国との関係修復のために始まった運動。もう一つは、アイゼンハウアー米大統領が提唱した、市民と市民、ピープルとピープルプログラム、ピープルツー、ピープルプログラムである。このことがきっかけで、全米国最姉妹都市協会が創設された。いずれも対戦による後輩を出発点として、国境を越えた市民間の交流を行い、 相互理解を深めることで世界平和に寄与すること目標としている。日本で一般的な姉妹都市という表現はアメリカ英語のに由来する。これには日本の自治体国際提携が米国発の姉妹都市運動を受ける形で始まったことが影響している。同じ英語でもイギリス英語ではもしくはと呼ぶ同志の縁組はと呼ばれる。このほか欧米各国では 様々な表現が使われている。日本同様、米国の運動の影響を受けた諸国では、大韓民国での、など、姉妹都市に類する表現が行われる。中国語でも、直訳的には、や、という表現があり、台湾では、が用いられている。自治体提携には、友好都市、という表現が使用される場合もあり、姉妹都市と併用されることもある。 姉妹都市と友好都市の違いについても明確で統一された基準があるわけではく、といったように、運用もまちまちである。全米国際姉妹都市協会では、米国国内での姉妹都市と友好都市の相違について、大抵の場合、姉妹都市と友好都市との違いはないが、違いのある場合には、姉妹都市に比べて範囲の限られた交流に友好都市が使われる傾向がある。 としている日本においては、財団法人自治体国際化協会交流支援部、交流親善課が国際的な姉妹都市関係の情報提供や支援を行っている。姉妹都市提携をしている都市同士には自然環境が類似している、あるいは提携前から市民レベルで交流しているなど、提携のきっかけとなる事象がある。以下にその分類を示してみる。他にも、 いくつかの要因を複合させて、姉妹提携のきっかけとしたものも多数ある。日本の国土交通省が国際姉妹都市交流を行っている日本国内の自治体に対して行ったアンケートによれば、姉妹都市提携の契機としては、共通項、自然、歴史などの発見がもっと多く、ついで、紹介、第三者からの紹介やアドバイス、推薦など、来訪、 市市長ななななどどど民交交流、流草の根交流などなどの根順になっている。また、姉妹都市提携の関係は、あくまでに都市間の相互関係によるものであり、A 市が B 市および C 市と提携しているからといって、B 市と C 市が提携しているとは限らない。例を挙げれば、京都市とボストン市は姉妹都市であり、京都市と西安市は姉妹都市であるが、ボストン市は中国に対して西安市ではなく、 甲州市と西安市はアメリカに対してはカンザスシティ史と姉妹都市提携をっている。BR ただし3つの都市が互いに姉妹都市提携を結び合っているケースが皆無であるわけではない。日本国内では平成の大合併があるほか海外でも市町村合併がある。姉妹、友好提携している市町村の一方が合併で姿を変えた場合、大抵は提携の継続を決めるが、 稀に提携解消に至ってしまうこともある。例として、2006年10月、奈良県伊駒市と兵庫県豊岡市は、当初の提携庁である竹野町が合併し、豊岡市となったことを理由に、有効都市提携を解消した。最古の姉妹都市は、836年に始まった、パーダーボルン、現ドイツ・トルマン、現フランスとの関係である、とされることがある。 これは、四世紀に活動したルマン主教で、後に劣勢されたリボリウスの聖遺物がパーダーボルンの聖堂に分けられた縁によるものである。近代的な姉妹都市の最初の事例として、1905年に英国ウェストヨークシャーのキースリーがフランスのペトーと結んだ姉妹都市関係が挙げられることもある。1920年に行われた、 キースリーとフランスのポワデュノールの提携が挙げられることもあるが、正式な名約書は1986年まで交わされていない。第二次世界大戦の参加は、ヨーロッパの人々に国境を越えた、相互理解の重要性と和解への努力の必要を知らしめることになり、戦後間もなくかつての敵国の都市との間に提携が結ばれるようになった。 例えば、英国のコベントリーは、西ドイツのドレスデンと姉妹都市関係を結んでいる。両都市は戦争中に大規模な空襲を受け、市民に多くの犠牲を出した都市である。このほか、コベントリーは戦争中の1944年に、ソ連のスターリングラード、ゲンボルゴグラードと提携を結んでいる。また、英国のブリストルは、英軍占領下のドイツハノーファーに、 新善施設を置くことを縁として1947年に姉妹都市となっている。1951年に設立された欧州地方自治体会議クッカーサムアはその主要事業として姉妹都市縁組を行っており、ヨーロッパうちの姉妹都市提携は1950年代に急激な増加を見せた。1970年代には南欧諸国ギリシャスペインポルトガルが民主化を果たし、 これらの国々の都市との姉妹縁組も盛んに行われようになった。戦後に分断された東西ドイツ間でも姉妹都市提携が行われた。旧東西ドイツ間の著名な姉妹都市としては、ハノーファーとライプツヒ、大規模な日本酒の開催地同士の縁、ドレスデンとハンブルクが挙げられる。1989年以降の東欧諸国の民主化は、 西欧県と東欧旧共産圏の都市間提携を活発化させた。ヨーロッパでの国際姉妹都市提携は欧州連合 EU によって支援されている。2003年には1300のプロジェクトに対し1200万ユーロが支出された。欧州地方自治体会議も教育文化総合理事会と連携して近代的で良質な姉妹都市関係を促進し、 自治体交流の中立ちをしている。また、国際的な提携と市民交流の手法として、様々な市民団体や学校、病院、教会などを1対1で結びつけるリンキングが盛んに行われている。アメリカでは、145カ国と姉妹提携を結ぶ全米の市、軍、州政府及び他国の自治体が直接加盟する全米国際姉妹都市協会。 が、全米統括し、国際姉妹交流支援。アメリカ合衆国国務省から一部資金援助を受けている。1893年のアメリカ合衆国のオスカロライナ州のニューバーンとスイスのベルンが世界最古の姉妹都市に挙げられることもある。もともとニューバーン、シンベルンはベルンからの移民によって築かれた都市であり、従来からの人的交流の上にできた。 自然発生的な姉妹都市とも言える。このほか近代的な国際姉妹都市の始まりとして、1931年に結ばれたオハイオ州のトレドとスペインのトレドとの提携が挙げられることもある。1944年には、カナダのバンクーバーがソビート連邦ウクライナ共和国のオデッサと姉妹都市関係を結んだことが突起される。 この提携は第二次世界大戦中の支援政策を背景としたもので公安都市同士の名役であった。第二次世界大戦後、荒廃したヨーロッパを市民の力で復興することを目標に都市間の提携が結ばれるようになった。1953年に就任したアイゼンハワー米大統領は市民と市民、ピープルツーピープルの関係による 国際人善の重要性を喚起し、1956年11月11日に、People to People プログラムを発表、国際的な姉妹都市、シスターシティ提携を提唱した。People to People プログラムによって、部門ごとに42の People to People 委員会、People to People コミティが設立された。People to People 委員会の中の市民委員会の事業として、 米国と国外との姉妹都市提携は進み、1956年時点で40件であった、姉妹都市は、1967年には58カ国350件までに増加した。全米国際姉妹都市協会、略称 SCI 本部、ワシントン DC が発足した。アイゼンハワーの People to People プログラムは、冷戦構造の 雪解けの中での米ソの融和を模索したものとされる。実際に米国とソ連の間で最初に結ばれた姉妹都市提携は1973年、シアトルとタシケンとウズベキスタンの間に結ばれたものとなる。21世紀に入り、アメリカ同時多発テロ事件やイラク戦争などの状況を受ける形で、全米国最姉妹都市協会は、イスラム平和友好イニシアチブや、 国務省の財政支援を受けた平和のためのアメカイラク国際パートナーズ事業を進め、それまで手薄であったイスラム圏の都市との対話交流と相互理解を促している。日本において国際的、国内的に広く用いられている表現は姉妹都市である。このほか、友好都市や友好交流都市、親善都市などの表現も用いられる。姉妹都市と 友好都市等には実質的な違いがないものとあるものの双方がある姉妹都市と友好都市説も参照。日本での国際自治体提携上の友好都市は姉妹では上下の関係が生じることから中華人民共和国との間で使われるようになった中国語では、例えば奈良市は国際自治体提携の相手方が中国の都市ならば友好都市、 中国以外ならば、姉妹都市と使い分けている。友好都市は、現在では、中国以外にも使われることがある。姉妹都市の全段階としての交流や、分野を絞った形での交流に、姉妹都市と才のある友好都市の名称が使われることがある。例えば先日の奈良市は、国内の自治体提携に関しては、姉妹都市の全段階として友好都市と位置づけている。 川崎市では、姉妹都市と友好都市の区分があり、教育、文化、スポーツ、芸術、経済といった多方面にわたる国際交流を行う都市を、姉妹都市、都市間の特性を生かして、実質的な市民レベルでの交流を行う都市を友好都市と区分している。この定義では、新用市は姉妹都市となるが、上述の姉妹の問題から友好都市の名義となっている。 また、長崎市では、姉妹都市と市民友好都市の区分があり、特定分野に限られない、幅広い交流を行うものを、姉妹都市、姉妹都市定型等の形式にとらわれず、自由、気軽に付き合え、市民や民間交流団体が主体となって、実質的な交流を行うことを、総の都市が意思確認した都市を市民友好都市としている。以下の定型では、一般的な、 姉妹都市ではなく、兄弟都市が用いられる。これらの都市でも一律に、兄弟都市を用いているわけではなく、他の都市との関係には、姉妹都市や友好都市などを用いている。また、定型関係を家族になぞらえたユニークな名称では、次のものがある。自治体国際化協会の集計、基準は、上述によれば、2016年8月31日、 現在の国際姉妹、友好都市提携は1696件に上る、都道府県158件、市区町村は1538件。国別では、アメリカ合衆国447件、中国362件、韓国161件、オーストラリア108件などとなっている。なお、日本と国交のない中華民国、台湾との間でも17件の姉妹都市提携が、 結ばれている日理当器ともの会調べのデータでは日本と台湾の姉妹都市提携友好協力協定や友好交流覚え書きの提携先も含むを2016年9月16日現在で56件としている。珍しいものでは鳥取県境港市が1992年から朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮関温度元山温ン市と姉妹都市提携していた。 国レベルの公式な外交関係がない北朝鮮の都市との友好提携はこれ一件であったが、2006年の北朝鮮国レベルによる地下核実験表明後、境港市側から元山市側に対して破棄が通知された。従って、日本と北朝鮮との姉妹都市提携は現在は一件もない。日本においては、 財団法人自治体国際化協会交流支援部、交流親善課が国際的な姉妹都市関係の情報提供や支援を行っている。日本と海外との最初の姉妹都市提携は1955年12月7日、長崎県長崎市とアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール市の間で締結された。アイゼンハワー大統領が People to People プログラムを発表して、 国際都市提携を提唱するのに先立つもので、米国にとってもアジアの都市との初の姉妹都市提携であった。アイゼンハワー大統領提唱後、1956年に全米国際姉妹都市協会がワシントン DC で創設。1955年5月、ニューヨーク駐在の日本国際連合協会代表、ウィリアム・ジー・ヒューズの圧戦によって折衝が始まり、 国際連合事務局から両氏に勧誘状が出されて10月24日起きして結成式が行われた。その後12月5日に長崎市議会全員協議会が承認12月7日にセントポール市議会が議決して正式に姉妹都市提携が締結された。提携の日付セントポール市議会での議決の日は日米海戦。 真珠湾攻撃の米国における日付であり、原爆投下地である長崎市との提携には、第二次世界大戦後の日米和平の象徴としての意が込められていると解釈される。長崎とセントポールに次ぐ姉妹都市提携は、1957年3月の仙台市とリバーサイド、米国カリフォルニア州、1957年7月の岡山市と3ノ税。 米国カリフォルニア州である。初期の姉妹都市縁組の大半はアメリカ合衆国の都市との間に結ばれた。1959年末までに結ばれた27件の姉妹都市提携のうち、米国以外の都市との提携は6件のみである。米国以外の都市との初の提携は、1957年9月の倉敷市とザンクトペルテン、オーストリアである。 1964年の日本人の海外観光渡航の自由化と東京オリンピックの開催を挟み、1960年代の終わりまでには146件の姉妹都市縁組、うち86件が米国が結ばれ、提携先も広がった。1961年にはソ連、当時の都市との初めての姉妹都市提携を、舞鶴市、京都府と名古都家が結んでいるほか、 1963年には南半球の都市と初の提携を大和高田市、奈良県とリモー、オーストラリアが結んだ。南アメリカとの初の提携は1963年の鈴市、石川県とペロタス、ブラジル、アジアの都市との初の提携は1964年に串本町、和歌山県とトルコの間でバレている。1968年には 国交正常化後間もない韓国の都市との初の提携を、萩市、山口県とウルサン市が結んでいる。1970年代に入ると、一般市民が提携先都市への訪問団に参加したり、学生交流やホームステイの総合受け入れが行われたりするようになった。1972年に国交正常化が行われた中華人民共和国の 都市との初の提携は1973年に神戸市と天津市との間で結ばれている。1980年代に入ると中国や韓国といったアジアとの姉妹都市提携が増加した。また、1987年に始まった外国語青年招致事業 JET プログラムは多くの姉妹都市提携と国際交流の起源となった。 国際姉妹都市提携のピークは1992年で年間に80件の新規提携があった。2000年代に入ると自治体の財政難のために国際交流に関する予算が削減されたり合併により休眠状態の提携が解消されたりする事例もあり姉妹都市数の増加は頭打ちとなっている。前述のように鳥取県境港市と北朝鮮 元山市の姉妹都市提携が北朝鮮の核実験を理由に破棄されたほか国レベルの政治的な問題で交流事業が中断されるケースは少なくない。2001年の歴史教科書問題と小泉首相の靖国神社参拝2005年の竹島問題の際、日韓の自治体交流事業、姉妹都市間での学校や民間団体の交流事業が中止されるケースがあった。 中でも竹島問題の当事者である島根県と韓国継承北道は1989年から島移動県として交流を続けてきたが2005年の島根県による竹島の非条例制定をめぐって継承北道側が提携の破棄を発表た島根県側はこれを受け入れてはいないが現在に至るまで交流は再開されていない中華人民共和国の都市との間では 2003年に岡山市が台湾の新築市と姉妹都市提携を結んだ際、協定書に中華民国と記載したことについて、先に提携を結んでいた洛陽市が反発、交流の凍結を通告するという事例があった。2006年に再開。2012年2月には河村隆名古屋市長が友好都市の中国南京市の訪問団に対し、 南京大虐殺をめぐる発言をしたことで、南京市は名古屋市との交流を当面凍結することを発表し、中国外務省も断交を支持している。2018年10月2日、大阪市はサンフランシスコが慰安婦像を設置した問題により、サンフランシスコとの姉妹都市関係を解消した。日本国内の自治体同士の姉妹都市、友好都市提携も行われる。 都市間提携、地域間提携の一つとして位置づけられ、姉妹都市協定と共に災害事応援協定が結ばれる場合もある。日本の国内姉妹都市提携は、国際姉妹都市提携が広がりつつあった1960年代、主に観光の観点から始まった。藤沢市、神奈川県と松本市、長野県は、 互いにはない海と山を持つ観光都市として市民による海と山の交換会が1960年に開催されたことが契機となり、1961年7月に全国に先駆けて観光面で姉妹都市になったとされる。なお、松本市は1958年にソルトレークシティ市と藤沢市は1959年にマイアミビーチ市との国際姉妹都市提携を行っていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。